有田川柳、上田俳句、いらねえ歌会始め。こんなクソガキども送ってこなくていいって言ったのによ。21世紀の正岡子規を発掘している文部科学省推薦のこのコーナー。有田川柳とは五七五のリズムに乗せて自由にそして高らかに、僭越ながら私有田を褒めていただく。その人自由じゃねえじゃねえか。褒めなきゃいけねえんだからよ。一方上田俳句の方ですけども、俳句ですから季語を入れなくてはいけません。季語はですね、今月3月はですね、クソ、便、ふん、うんこ、まあ下痢も OK でしょう。この4つの記号を使いまして上田さんを罵る文学でございます。さあどうしましょうかね。じゃあここら辺で上田俳句の方にちょっといい、気持ちを移させていただきたいと思います。移さなくていいよもう。上田よりうんこの方が顔っぽい。ありがとうございます。男前なうんこってありますからね。肉眼じゃ上田かクソかはわからない。どんだけそっくりだ俺。これはなんか見分け方とかあるんですか。見りゃわかるでしょうよ。自覚しろ上田、お前はうんこだぞ。ありがとうございます。なんだそのおい、なんだ上田はな、科学的にはうんこだぞ。科学的には成分一緒だろ。ワイキキで上田に似たクソ見つけたよ。じゃあどんなクソか、じゃあ写真提出しろや。上田さん、自分が便なの気づいてる？おい、どうなんですか。流す音やめろ。いらっしゃいます。気づいてるわけねえだろ。上田にもプライドがあるクソとして。あ、ちょっと勝てる勝てる。なんでそのな、椅子の虫にもゴムの楽しい的なよ。飼い主へ、犬の上田は持ち帰れ。これは素晴らしいですよ。これは犬の上田を持ち帰りと。誰だこのところで上田したな。ロケ移動、上田お前はバキュームか。いやいや、ちょっとロケにバキュームかで移動されても。真顔で言うな。だから地方では便所が上田の控え室。帰ってくるわ俺そんな仕事だったら。戸籍上上田とクソは義兄弟。ありがとうございます。クソ認められるんだ悔しそうで。なあ、いやあ上田、あれ私クソに喋ってた。あれ私クソにっていうところがいいですね。無理やりはめてんだよ。無理やり入れ込んでんだ。でもこれは間違う方もいるのかもしれませんね。お見事ですよ本当。